我が一代としてね参与して21代になったら105万人ほんで天皇でやったら40何代じゃいって言うたらまあどんなになっちゅうかあそうね、それだけの遺伝子よね。わかるわかる、すごいな。外国の人はやっぱりそこの後はあの人間は遺伝子の乗り物と言うの、みんな自分の命一人だと思うけどそうじゃない、ね、あの人間は本音と建前というのがあらね、その日本人はそのうやむやな表現が中にあらね、本音はその人の行動と訳すらしいけど、うん、あのそれからあの建前はその人の言葉とになるらしいが、自分の本音はあの山作り、山へ入ってもらわんと僕の山作りは分からんのよ、言葉で何ぼ言うたち、ほんで山へ上がってもらったら自分 の, あの本音がの表現が山じゃけ、うん、それからこの雨ごかいうのもそうだし、人間の幸せは何、僕らが聞いてるのでは健康なわけよ、うん、けどその次にはね自分の人生をかける仕事に出会えるか出会うかということらしいでね、会社勤めてそれなりのポストを与えられても、でもおってもおらなくてもまた違う人がちゃんと維持していくやからね、けどこの田舎ではあのまあ代が変わったとしてもその木が植えた木が後に残っちゃうし、自分が植えた木を切ってまた植えて循環していくってね、もう自分らもそうだけど不安はあくけんど、不安が多だったらあいいよ生きていかんけんど、不安よりやりたいことがちょっとっとまだったら生きていけるね、結局は自分はが人生かけても関心事に出会えた、後に残っていくというか自分があの生きてきた歴史が山に残っていくわね。